高知市で開かれた県産品商談会。地産外商を後押しするため、県が毎年2度開催していますが、今年は新型コロナの影響で6月の商談会が中止に。7月からはオンラインで規模を小さくして行っていましたが、生産者やバイヤーからの要望を受け、およそ1年ぶりに対面型の商談会を開くことになりました。県内からは66の事業者、東京や大阪など8都府県から17のバイヤーが参加しました。会場では感染対策のためフェイスシールドを着用し、試食はその都度容器に入れて個別に渡します。やっぱり来てくれて、こうやって見てくれると、また僕らも新しい商品ができてるのに紹介ができてなかったので、こういう機会があるとすごく助かりますね。自炊の機会が増えたため、バイヤーの目の付けどころにも少し変化が。養殖魚とかがあまり出てないんで、そこがやっぱり今は狙い目かなと思いますね。外食であまり出ないんで、価格が下がってるっていうのもありますし、まあ、あと安定してくるっていうのが、あと養殖とか解凍物とか目をつけてるところですかね。一方、普段は芋けんぴを作っている店も、巣ごもり需要を受けて新たな商品を開発しました。巣ごもり需要で芋けんぴができるようなキットを作りました。味のついていない芋けんぴを自分好みに仕上げるキットです。新型コロナで日々変化する需要に対応するため、さまざまな工夫が施されていました。次回の県産品商談会は来月、地場産センターで開かれます。